はいどうもオラメリです。おっさんことオスリーです。ヒョギンです。はい、違います。この人その猫と一緒です。本日やっていくのは呪術廻戦しりとり。最近第2期が始まったらしいですね。ヒカキン勝手に2期にするな。本当に間違えた。はい、そうですね。本日はね、呪術廻戦アニメ2期が始まったということで、キャラクターの名前だけでしりとりしていきたいと思います。しりとりで使えるキャラクターはアニメ27話までに登場したキャラクター、つまり2期の3話までに登場したキャラクターと、映画呪術廻戦0で登場したキャラクターはありにしましょう。逆に言うと漫画に登場しててまだアニメに登場してないキャラクターはなしで。なるほど。なるほど。アニメ2期まだ見始めてなくてネタバレ嫌だよっていう人はお気をつけください。よろしくお願いします。呪術廻戦のキャラだけで呪術しりとり始めましょう。あまない。2期はね、この天内理子ちゃんの護衛から始まるお話ですね。若かりし頃の五条先生が登場する過去編でございます。はい、次大杉さん、いということで、過去編に出てくる五条先生の同級生におりますよね。いたっけ。ちょっとさ、めちゃくちゃしょうもないんだけどさ、新しい高校生活が始まって難しい名字ばっか続いた中、先生は困ってる中、安心させる五条悟のまれ、大丈夫、僕斉藤だから。五条悟なの？それもはや斉藤悟じゃない？五条先生ね、大丈夫僕最強だからっていう有名なセリフがあるんですよね、はい、同期の方出てこないんだけど、わかんねえな。同期じゃない方は出てきたよ。犬巻峠。お、呪術高専東京校2年生の犬巻峠くん。シャーケ、シャーケ、おーかーか。呪言師といってね、言葉に呪力がこもっちゃうので、普段はおにぎりの具で会話するんですよね。まあ、鮭は肯定、おかかは否定みたいな感じですよね、確か。戦いの時は動くなとか言いますよね。やめろよ、そういうチクチク言葉言うの。いや別にチクチク言葉言ってるわけじゃないから、これ。嫌だろ、チクチク言葉責任言ってんの。お前んち天井低いな、みたいな。うわぁ、チクリだわ、それは。はい、次、空猫です。僕、主人公の名前しか知らないよ。あー、主人公は残念ながら下から始まらないんですけども、2期のね、最初からもう出てる下から始まるキャラクターいますよ。あー、いるよ。超いるわね。合ってるか分かんないけどいい？お、どうぞ。下藤しげる。しげる？それこいちゃうと下の名前はしげるじゃありません。しげる、ムチで戦うやつ、ゲトウしげるじゃないの。ゲトウの下の名前はすぐるです。ムチのやつ逃げるだね。逆によくそれわかんない。いやーすごい、なんでわかるんだよ。ゲトウすぐるは呪われた霊と書いて呪霊を操作する呪霊操術の使い手なので、ムチじゃないですね。いやまあ空猫にしては惜しいか。ゲトウで止めておけばね、セーフだったんですよね。 LINE スタンプ発売中。七海健と。あーはいはい、五条先生の後輩ね、七海健人。ここから先は残業じゃない、時間外労働。結構知ってんな。そうね、あの時間外労働になると、あの呪力が増すという人ですね。ここから先は時間外だっていうことは、きっと週の労働時間が標準時間を超えたんでしょう。やめろ、すぐブラック企業にするの。いや週40時間ブラックじゃないか、普通か。あれかと思った、残業週40時間かと思った。えく1日16時間働いてんじゃん。僕社会経験のためにバイトやってみようかなって友達に話したら、店潰れるからやめろって言われた。確かにそれはね、あの申し訳ないけどフォローできないわ。ハゲドウだわ、ハゲドウ、ハゲ上がるほど同意するわ。はっはっは、お前何言ってんだ、店潰れるわ、ギャハハって言われた。確かにな、空猫普通に働いたら物壊しまくるだろうな。仮に空猫くんがバイト先の後輩で入ってきたら、俺正気を保てる自信はないもん。もうボッコボコ。じゃあ僕いきます。東堂葵。誰だ。呪術高専京都校の3年生ですね。あのめちゃくちゃムキムキの人です。ブラザーの人。お、そうそう、あの超親友のことをブラザーって呼んでますね。手叩いて世界を救う人でしょ。世界救うってなんやねん。すごい幸せだな、なんか幸せなら手を叩こうみたいな。教育テレビに出てきそうだな。あの手を叩いたら誰かと誰かの位置が変わるブギウギっていう術式を使うんですよね。はい、次オースリン、いいです。家入り翔子。誰だ。おー、先ほど出てこなかった五条先生と下藤すぐるの同級生ですね。あの回復が得意な人です。いいねー、タバコの似合う人はいいねー。さあ、空猫わからないとは言わせないぞ。いいね、結構わかんない、本当に。そうだろ、あんなにいじってたのに。そうだよ、斉藤だよ、斉藤。斉藤さんだぞ。やばい。え、マジでなんでこんなに自分の番の時だけポンコツになるんだろう、空猫。五条、う。おー、さすがにね。五条悟、あえて名字で止めるというね。五条悟とかもありそうだから、なんだっけな。いや、わかんなかっただけかい。さっき自分でフルネーム言ってたのにね、すごいな。じゃあということで僕ね、いきます。うですね。歌姫。うん、五条先生の先輩の女性ですね。あの京都校の引率で登場しましたが、2期の最初の方にも出てます。おらんくね、目の人。はい、次大スリーですね。目から始まる人ね、いますよ、全然いますよ。あれは殺すなーっていうおじいちゃんは、なんかギターを持って戦うやついなかったっけ。あ、学長ね。学長は学願寺吉信。いやすごい、俺よく覚えてたの俺。え、すごくない、学長の名前フルネームで覚えてたんだけど。よく出てきたね。目かまる。ポンポンポン。大スリー、1アウト。あ
ルティメットやれやれ。そらね、これさっきねマジですごいなって思ったのが、五条悟るまで行っちゃうとるで始まるキャラがまだ呪術廻戦出てきてないので自動的にアウトになってたんですよね。それをね回避して、今メカ丸でルついたんで O3 がアウトになってます。奇跡のファインプレイ、まあ、計算通りって感じかな。ずけんお前、しげるとかさとしとか言ってたぞちなみに目から始まるキャラは伏黒めぐみと、あと2期の最初に出てくるメイメイの2人がいましたね。あーいたわ、メイメイ。はい、メイメイさんは個人で活動する一級呪術師ですね。ちなみにメイメイさんは本名ではなく、偽名だそうです。ということで、そらねこ来ましたよ。主人公の名前しか知らんって言ってましたよね。いいですよ、来ました。ごめん忘れた。出ました、ポンコツ。やばい、マジで誰だっけ、あの釜の炭治郎しか出てこない、誰だ主人公、確かに主人公、確かに呪術廻戦の主人公とは言ってなかった。誰だ、誰なんだ。こらえだユージ、そら猫ツーアウトー。待ってくれ、多分ユージは漢字回ってんねん。あのさ、しりとり的にまずイから始まんのよ。イタドリユージです。これは読めないの、なんか僕伏黒めぐみかこいつかに悩んで。主人公って言ったら、うん、確かに人気投票で2回連続1位取ってますからね、伏黒めぐみ。イタドリ主人公リーカ、織本理香、映画呪術廻戦ゼロの主人公乙骨雄太が子供の頃結婚の約束をしていた女の子ですね。交通事故で亡くなった後、なぜか呪霊となってしまったんですけども、普通の呪霊ではなく呪いの女王と呼ばれるほどめちゃくちゃ強い呪霊になってしまったと。じゃあなぜこの理香ちゃんはこんな風になってしまったのか、その謎を解くために乙骨雄太くんは呪術高専に入るっていうね映画ですね。はい、大添さん、変わりますか。いるわ、学願寺義信。おい、俺が言ったやつすげえ、しっかりフルネームで覚えてやがるまさかさっき言ったやつ使われるとはな。ということで、フーですね、そら猫。フーはね、いますよ。いや、もうやめないもん、僕知らないって呪術廻戦。いや、言ってたよ、さっき自分で言ってたよ、フルネーム言ってたよ。なんなら僕から名前が出てきて、何、もう記憶喪失とかじゃない、人格入れ替わってるってこれフーた、誰誰これ。リカ、金貸してくれ。いや、それはフータじゃなくてユータ。ソラネコスリーアウトーブータロー来た、ユータかい。乙骨ユータね、これね。金貸してくれとか言ってないし、ひどすぎるだろ、モノマネ。愛してるよ、リカ、金貸して。これはひどい、もうこれはひどすぎて2アウトぐらいにしたいわ。これはもうドアウトですわ。ちなみにフなんですけども、もう何度も今日言ってます。伏黒めぐみと、あと2期で出てくるめぐみの実の父親伏黒当時がおりましたね。では3アウトしたソラネコさん、なんかモノマネをお願いいたします。自分で散々やってたけど。失礼だな、純愛だよ。いや、今更おこついたのセリフ言ってもさっき金貸してって言ってたから純愛に聞こえないよもう